いつになったら寛解しますか。パールさん、少々取り戻してどれくらいの期間が経てば寛解と捉えて良いのでしょうか。寛解って私も調べてみたんだけど、寛解の定義ってないんですよね。寛解の定義ってどっかで誰かが定めたものってあるのかなっていうのがあって調べてみたんだけど、あんまないみたいなんですね。寛解には部分寛解と完全寛解があって、部分寛解っていうのは最初の時の症状の 7、8割ぐらいが改善したものが部分寛解で、完全寛解っていうのは2割から大部分が改善した状態が完全寛解であるということですね。それが何ヶ月続いたら寛解ですよってことはないです。1週間だと言わないけど、まあ、2、3ヶ月ぐらい続いてれば、あ、だいぶ寛解しましたねっていうふうに言うんじゃないでしょうかね。基本的に患者さんに寛解しましたねっていうことを言うことはないですよね。それはね、あ、だいぶ良くなってきましたねっていうことですね。だいぶ良くなってきましたね、あ、すごく良くなってきましたねっていう状態でございます。基本的にメンタル疾患の症状って揺れ動くので、良くなってきてもまた悪くなる場合もあるんです。悪くなったらまた良くなってってことをどん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 繰り返しながら、徐々に良くなっていくのがメンタル疾患のなり方です。だから何ヶ月いい状態が続けば寛解ですかってことは言えません。それは3年ぐらいいい状態が続いてればそれは間違いなく寛解と言えるでしょうけども、じゃあ半年いい状態が続いてたら寛解なのかというと、そこで無理すると一気に悪くなる人もいるし、そこでじゃあ薬1錠減らしましょうねって減らしたらものすごく悪くなる人もいます。それで薬1錠減らすだけでものすごく調子が悪くなったら、寛解してねえじゃないかって言いたくなるでしょ、皆さんもね。どういう状態がどのぐらい続けば寛解かっていうことは言えないです。なのでできるだけいい状態を長く続けていくっていうことが重要で、安定した状態が1年2年続ければだいぶ良くなってますね、寛解かもしれませんねっていうふうになると思いますけど、1ヶ月2ヶ月ぐらいの安定だとそこまでは言えないんじゃないでしょうかね。あるいは寛解した後も仕事とか復帰して無理すると一気に再発しますので、うつ病の場合は再発率 50% ありますので、基本的にあなた寛解しましたっていうふうにお医者さんは言いません。だって症状がだいぶ良くなっていたとしても、仕事に復帰した瞬間に一気に悪化してまた入院するような状態になる人もいるわけです。そしたら治ってないじゃないかってね、看護師さんも怒り出すので、基本的にはあなた寛解しましたっていうようなことを言うことはまずめったにないと思いますけどね。最近いい状態が続いてますね、安定してきてますねってことは言いますけども、寛解っていうのはどっちかっていうとあなた治りましたっていうような、そういう宣言のようなものとして皆さん受け止めるでしょう。それはなかなかそう簡単に口にできることではないかなというふうに思います。ということで、まあ、皆さんも寛解したいというふうに思うかもしれないけど、寛解ではなく今日一日を調子よく過ごすことに集中したらいいと思います。今日一日調子よく過ごせたっていうのが1週間続いて、1ヶ月続いて、3ヶ月続いて、半年続いて、1年続いたらそれはおそらく寛解と言えると思いますので、いつになったら寛解するんですかっていう未来のことばっかり心配して、3ヶ月もしてるのにちょっとも良くなりませんって言って勝手に不安になるわけだから、そこじゃなく今日一日をどうやったら気持ちよく過ごせるか、こうやって青空の下散歩して今日一日気持ちよかったなっていう風な日を一日でも増やしていくということが病気を治していく上で大切です。なかなか治りません、寛解しませんってことに、良くならない部分を数えていくと一向に病気は良くならない。自分が調子がいい部分、良くなってる部分、気持ちがいい部分、今日一日楽しかった、一日爽やかに過ごせたっていう良くなってくる部分を数えると数っていうのは間違いなく増えていくし、それがすごく増えた状態っていうのは結果として寛解なんじゃないでしょうかね。ということで今日一日を楽しく快活に爽やかに過ごすことにフォーカスしてほしいなと思います。そのためには睡眠、運動、朝散歩といった生活習慣がとても大切ですし、冬場の日もこういう天気が良くて暖かい青空の日があればぜひ外を散歩する、朝じゃなくても午後でもいいので、ぜひそういう習慣をしていって少しずつでも良くしていってほしいなと、その先に寛解っていうのは待ってると思いますので、きちんと生活習慣を整え、するをきちんと飲んで、主治医によく相談して継続することによって結果として寛解というのが起こってくるということなので、いつ寛解しますか、まだ寛解しませんというふうにやらないで、のんびりと構えてほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。